共に読んだ本文の御言葉の御言葉をもって、勝利を与えた主、勝利を与えられた主という題目をもって礼拝を捧げていきます。教会の現場でまたオンラインで共に礼拝を捧げている皆様、マタイの福音書16章16節の信仰の告白をもって礼拝を始めていきます。主は生ける神の御子キリストです。アメン。隣の人を祝福してください。神様はあなたに世の中に勝利する力を与えてくださいました。アメン。今日の題目は勝利を与えられた主です。神様が私たちに勝利を与えてくださったならば、私たちは確かにその力を与えられました。与えられた方が与えたとおっしゃるならば、私たちは与えられたものです。私と皆様は、1年を締めくくる12月を迎えています。この12月に、また1年を振り向いて、振り返ってみることと、新しい年を迎える心の準備をしなければなりません。すでに勝利を与えられ、またこれからも勝利を与えてくださる、この御言葉をもって1年を締めくくり、また新しい年を迎えてください。序論です。勝利をするためには基本のものがあります。勝利とは、どのようにすれば勝利することができるのでしょう。約束です。約束の中で一番の約束は何でしょうか。神様から与えられた約束です。神様から与えられた約束とは何でしょうか。創世記2章16節から17節。エデンの園のすべてのものは思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないとおっしゃいました。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様が初めての人間であるアダムに約束されたものです。しかしそのアダムがこの約束を破ったとき、神様は救いの約束を与えてくださいました。それが女の子孫です。それが来られるイエス・キリストです。その証拠として、イザヤ43章1節から4節を見てみますと、神の前で不信仰をして、自分の考え、自分の思い通りにまま生きていたヤコブも、その名前をヤコブからイスラエルに変えてまで神様はヤコブに祝福されました。ヤコブを創造されて、ヤコブを救い出したことをおっしゃいました。すべての信じない者の前で、このヤコブとして新しい命を与えられたわけです。もっと重要なことがあります。この神様の約束は神様ご自分でなされます。創世記3章21節、神様はアダムとハワに革の衣を作り、彼らに着せてくださいました。これは神様が神様ご自分のために私たちが犯した罪までもすべてなくすということです。それが神様が私たちに与えた約束です。イザヤ43章25節に出ています。
私がどんな人とどんな約束をするのか、その約束が自分のレベルとなります。世の中の人との約束はそのレベルが低いかもしれません。しかし創造主であり全能な方である神様との約束、その約束の対象者となり、その約束を握ったならば、私たちは最高の約束を握ったものです。その約束の中で一番重要なことは信仰です。この信仰とはどんなことなのでしょう。救われた信仰、これが本当の信仰です。神様は私たちにどんな信仰を与えてくださいましたか。救いの信仰を与えてくださいました。神様が望んでおられることは他のものではありません。イザヤ44章25節を見てみますと、私は初めであり、私は終わりである。私たちはイエス・キリストを表すときにアルファよオメガよと言います。神様が直接ご自身のことを明らかにされました。あなたたちは私を信じる、あなたたちが信じている私はどんなものなのか、あなたたちを救うは初めであり終わりであると神様がご自分でご自身のことを明らかにされました。その救いとはどんなものでしょう。罪とサタンと神様から離れたその問題から抜け出したこと、それが救いです。マルコの福音書10章45節を見てみますと、私たちの罪を贖われることができる唯一な方は誠の祭司であるイエスキリストだけです。この世の中のサタンに打ち勝つことができる方は悪魔の仕業を打ち砕くためにこの世に来られた誠の王であるイエスキリストだけです。サタンに騙され神様から離れてしまった人間が自分自ら神様の前に出てくることはできません。ただ一つの道、ただ一つの真理、ただ一つの命となるイエス・キリストをもって、イエス・キリストを通してだけできることです。ヨハネの福音書14章6節の御言葉です。神様はこの信仰を最高の信仰として受け止めます。しかし重要なことは、私たちはどのように信じることができるのでしょうか。第一コリント1章21節の中を見てみますと、私たちが伝道と宣教に愚かになることが神様を信じる者の信仰だと言っています。その信仰を神様は最高の信仰として受け止めています。ですので、私と皆さんの器が神様から見るにはどんな器なのか、約束を信じるその信仰が器とならなければなりません。世の中で住んでいる生きている人たちにも器というものがあります。小さな会社の社長と大きな会社の社長とはその器が異なります。神様から私たち信じる者たちを見るときにも、その信仰の器がみんな異なるわけです。どんな人が最高の器を持っているものでしょう。神の約束を信じる信仰がその大きさとなります。
どれぐらいが大きな器となりますか？死ぬまで信じることができる人。フィリピの手紙1章20節を見てみますと、使徒パウロが言っています。私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることだと告白しています。死ぬか生きるかが重要ではありません。ただイエス・キリストが伝えられることが重要だという信仰の告白です。ルツ記1章16節から17節を見てみますと、ルツという女の人が自分の旦那も死んで何の望みもない状態です。しかし自分の姑ナオミについていきながらしていた信仰の告白です。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が行くえにも私を罰してくださるようにと信仰の告白をしています。神様の前にした信仰の告白ですが、この信仰の告白を見てみますと、死ぬまで神様の前に立つ信仰の告白をしています。これらのことは、すでに神様の前に死んだ者が死ぬまで神様の前に信仰の告白をすることができることです。何の望みもなかった状態で、自分の姑であるナオミの信仰を見て、死ぬまで信仰の告白をすることができたルツです。死について必ず考えて行かなければならないことがあります。人間は死んでもその魂は永遠になくならないということです。この世の中で私たちはこの肉体は死ねばなくなりますが、私たちの魂はそのまま永遠に生きるようになっています。死というものはその肉体と魂が離れることです。それで肉体は元の通りに土に戻ります。しかしその魂は必ず天国か地獄、どっちかに行くようになります。もっと正確に言いますと、楽園と暗闇のところに戻るということです。またこの死には必ず裁きがあります。この裁きの後必ず復活があります。その復活の後、永遠な命が待っています。復活された後、永遠の命、その永遠の命の後、また体と魂が一つのとなるわけです。しかし私たち人間の形ではなく、キリストがよみがえられた時がモデルとなります。永遠の命ということは、永遠に死んだ人の話です。永遠に地獄に行くものとは異なります。これらのことをどのように私たちが知ることができるんでしょうか。その時再びイエス様が来られると約束されたからです。この世の中の終わりの時、世の
終わりが来たその時、イエス様が再び来られるその時です。ですので、イエス様が再び来られるその再臨の時、その再臨を私たちが生きている間に味わうことが伝道です。イエス様が望まれるその日、それが伝道です。どういうことなのでしょうか。この福音が世のすべてのすべての民に伝えられたその時、イエス様が再び来られると約束されました。その時がまた再臨の約束の日です。私たちが2つの足を持って歩いています。それと同じように、再臨と伝道は同じように共に歩いていかなければならないものです。その終わりは天国です。天国に入ることができる唯一な道は、死を通過していかなければならないことです。いくら私たちが天国に行きたいと言っても、死ななければ天国に入ることはできません。しかし、その死が、このキリストの中での死とならなければなりません。キリストの中で死なれた人こそ天国に入ることができます。しかし、キリストの外側での死は地獄に行く道です。この世の中での死とは異なる意味です。ですので、私たちの肉体的な死はとても悲しいこととなります。家族と親しい友達と別れることですので、しかし私たちがこの世の中で死ぬこと、その死ぬ時にはみんなと愛する家族や自分の子供たち、友達、みんなと離れる悲しいことですけれども、しかし、その別れの後、すぐさま出会いが待っています。どんな出会いでしょうか。霊的な出会いです。肉体的な家族たちと遠く離れて、霊的な家族、すなわち神様と出会い、またこの世の中で生きる間に霊的に共に歩んでいた先に神様に召された人、霊的な家族たちと会うことができるからです。これらのすべてが本当のものでなければ、聖書は何の必要もありません。聖書は何に対する約束でしょうか。イエス様が再び来られる再臨の約束の本です。これをもって私たちは福音と言っています。福音に対する約束です。皆さん、私たちが死から解放されたことよりもっと喜ばしいお知らせはどこにありますか。私たちが救われて永遠の命を持って天国に入ることができるその望み、それよりもっと大きな喜びはどこにあるのでしょうか。私たちにその福音の約束があるならば、信仰のある者はその約束を祈りながら信じることです。そうすれば、その人の器は伝道の形を持って現れます。約束は福音の御言葉、その福音の約束を信じることです。その信仰は救いに対する信仰です。その事実を毎日祈りを通して確認していくことです。私たちの器の大きさは、
約束に対する信仰が私たちの器となります。何にもって現れるのでしょうか。伝道をもって現れます。ですので私たちは死ぬまで神の前で信仰を持って現れる人生となれば、ヘブル11章に書かれている信仰の人々の特徴があります。その信仰の特徴は死ぬまで従順した信仰です。本当の約束を信じる者、その約束の中で十字架にかけられて自分は死んだと告白することができる人、その人が死ぬまで信仰を持っている人です。私は死なないという人、その人は死ぬまで神様の約束を信じる信仰もありません。マタイの福音書26章31節から35節を見てみますと、イエス様がこれから私は十字架にかけられるということを弟子たちに言います。しかしその中でイエス様が言いました。ペテロに対して、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言いました。結局ペテロはその場所では違いますと言いましたが、結局は三度イエス様を否定しました。それはペテロは実際に十字架にかけられたイエス・キリストと共に死んだ経験を知ってないということです。しかしその後にペテロは変わります。その証拠が十字架にイエス様がかけられた時、私も共にかけられたという信仰をと告白する信仰を実際に経験したということです。ヨハネの黙示録14章13節を見てみますと、私と皆さんが主と共に死ぬことは、ロトに宝くじに当たることよりももっと難しいことです。しかし、最古の約束である福音の中にとどまりながら、最古の信仰を持って、祈りを持って味わう。そして、伝道が最古の器であることを信じるとき、それらを信じる人の中で神様は一人を選ばれます。ですのでこの世の中では少数があれば多数があります。世の中に従っていく多数の人がいます。福音に従ってついていく少数の人々がいます。世の中についていくインサイドの人、福音についていくアウサイドの人がいます。聖書の中でも初代教会の福音についていた人々、世の中についていたパリサイ人たちがいました。しかし結果的に見てみますと、少数の人々であった初代教会の人々、この人々が福音を持って勝利しました。彼らはこの福音がどんなものなのか知っていました。すなわち死とは何か、それを正確にしていた者たちです。死を誠に知っている人こそ、誠の命について知っている人と言えます。私と皆さんは今日の 本文を通して確認していきたいと思います。イスラエル人たちはアラノでまた主を試みます。
主がイスラエルのイスラエル人たちを試みないで、イスラエル人たちが主を試みたわけです。マラの苦い水を経験したのにもかかわらず、また水の前で主を試みたわけです。不信仰をします。主を試みるということは、私たちが問題の前で、私たちが問題の前で不信仰すること、それが目に見えず主を試みることです。イスラエル人たちがしたかのように、問題の前で不信仰すれば、つぶやきながら争います。私たちが誰かと争いながら喧嘩する、不満不平を言っているということは、神様の前で不信仰をすることです。神様を試みている行動となります。しかし、イスラエル人たちは私たちの中に本当に神がおられるのか、おられないのか、それぐらい言います。しかし、これらはイスラエル人たちだけではありません。私と皆さんも同じです。問題と葛藤の前で、私たちが知っていることはイスラエル人たちと同じものです。ですので、私と皆さんは、イスラエル人たちのように問題の前で主を試みることではなく、すべての人々が主を試みたとしても、多くの人々は問題が来たときに主を試みますが、しかし問題を見て答えを見ないと主を試みるようになります。問題の前で、その問題の中にもっと入り込んでしまうと、そうすると結果的には主を試みたものとなります。この時、神様は目に見えない答えを私たちに許し与えてくださいました。多くのイスラエル人たちが主を試みるとき、その中で一方的に選択されました。モーセ、ヨシュア、カレブ、アロン、フルを選択されました。そして彼らを通してアメレクとの戦争をもって、イスラエルの人々に見せてあげます。そしてモーセはヨシュアに言います。幾人かを選んでアメレクとの戦争に戦いのために出て行きなさいと。そしてモーセは丘の頂に、またヨシュアはその戦争の現場に出ていきます。これは私と皆さんが勝利する方法です。アメレクとの戦争の前に、モーセは丘の頂に、またヨシュアは戦争の場所に、モーセが丘の頂に登ったということは、今で言いますと教会を表します。ですので、私たちの産業をなさっている住職者たちには、必ずこの丘の頂の背景がなければなりません。教会の背景がなければなりません。このアメレクとの戦いを見て、ヨシュアがその戦いの場所にいたとき、モーセとアロンとフルは丘の頂に行って両手を挙げます。
すなわち神の御言葉を握って祈ったということです。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときにはアメレクが優勢になりました。ですのでモーセ自分一人では手を挙げていることはできません。ですのでそのときアロンとフルが隣で一つずつ両腕を支えたわけです。皆さん、一生懸命最善を尽くすことは基本なことです。しかしその熱心さが勝利を保証するわけではありません。神様の前の信仰、その信仰が勝利を保証します。ヨシュアはその事実を知って戦うときにじっとしていましたか？違います。ヨシュアはアメレクとその民を剣の刃で打ち破ったと出ています。それが御言葉の力です。教会で御言葉を受けて祈って、また現場ではその御言葉を握り勉強したり、またこの御言葉を握って現場で勝利すること、これが完全なる勝利の方法です。結論的に私たちはその結果を知っています。ヨシュアが勝利しました。それはモーセの勝利となり、モーセが勝利したということは神様の勝利となります。改めて言いますと、神様がヨシュアにモーセに勝利を与えられました。それがアドナイニシです。主は私の旗。その旗とは、戦争が起きたとき、その戦勝で戦いに勝利したとき、その証拠として勝利した人が旗を持ってそこに旗を刺します。オリンピックを見ても同じです。金メダル取った人の国の旗が挙げられます。アドナイニシ、これは主が私たちに旗を与えられました。それを記念しなさいということです。私たちは一つの日を決めてその日だけを記念するわけではなく、毎日です。同じように見えますが毎日違います。その毎日 それらを記念しなければならない、また記録しなさいということです。誰のために記録しなければならないのでしょうか？次世代のためです。私たちの後代、次世代のために記録しなければなりません。毎日です。です。私たちが、私たちの手に勝利した証拠として刺す旗があるということは、とても祝福されたことです。結論です。私たちは勝利しました。神様は私たちに使命を与えてくださいました。すべてのイスラエル人が主を試みたとき、神様は私たちを選ばれて、私たちに使命を与えてくださいました。先週の月曜日、私はチェンマイに行きました。そしてチェンマイから3時間行けば山のところにモンゾ
というところ、民族が住んでいるところに行ってきました。私のこの進学校の入学生がいるので、その人の面接のために行ってきました。今私たちは2021年度を生きていますが、そこは1960年ぐらいのところでした。同じものがあれば、スマートフォンを、携帯を使っているということだけです。しかし、生活を見てみますと、私個人的に見てみますと、韓国の1960年度の暮らし方でした。その町に住んでいる人々はみんな知り合いであり、みんな仲良しです。門を閉めたりする必要もなく、いつも隣同士で親しく仲良く住んでいるわけです。2021年度と1960年度が今同じ時代に共に存在しているわけです。チェンマイからその山に入るためには大きい道路を2時間ぐらい走らなければなりません。しかし残りの1時間はその山に登るためにとても道のりが悪いわけです。その山をバイクで険しい道のりをしていたわけです。今オンラインを通して共に礼拝を捧げています。アヌソンという新しい方ですが、その人はいつもこの1時間ぐらいのバイクの後ろに私を乗けて1時間ぐらいこの険しい山の道のりをしたわけです。行くときに1時間、また降りてくるときに1時間。しかし、1回もエンジンが切れたときがありません。1回も道から外れたときもありません。私はバイクを、そこまでバイクの上手な方を初めて見ました。私が感じたことがあります。私が知っている限りは、この人が一番のバイクの運転ができる方。もう一つ。私が知っている限りには、バイクの後ろに一番安定的に座って乗ることができる人は私だということです。これを聞いて笑っている皆さんもすごい方たちです。しかし、もっと重要なことがあります。もっと時間をかけて、これは見ていかなければならないところなんですけれども、福音を聞くときに、本当に心の感激を持って聞くことができていました。世の中の時間と神様の時間は異なります。2021年度と1960年度の暮らし方が同じ時代に共に存在していることと同じように、世の中の時刻表と神の時刻表は異なりますが、共に存在します。ここで悟ったことがあります。キリストはすべての時代のキリストとなります。私たちは神の時刻表をどのように知ることができますか？キリストを通して知ることができます。旧約はキリストの影です。ボケとなります。しかし新約の4福音書を見てみますと、キリストが直接この世の中に来られました。使徒の働きから
主が来られるまでは、すべてキリストの働きを主の御霊、聖霊をもって成し遂げられていきます。神様は世の中のすべてのものをキリストの中に秘められています。必ず去っていくものがあれば来られるものがあります。方がいます。ヨハネの福音書16章7節から8節に出てきます。イエス様がこれから去っていくことのために弟子たちに言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。というふうにおっしゃっています。私と皆さんもある日レムナントたちが大きくなって成長して家の中を出ることと同じように私と皆さんもいつかは離れます。しかし天国に入ってまた新しい出会いが待っています。それと同じようにある時は必ず去っていきます。我がレムナントたちもいつか学校から去っていく時が来ます。そこから離れてからこそ新しい新入生の人たちが入ってくることもできます。去っていく時、離れていく時、勝利者として離れていかなければなりません。いつか今の家庭から離れて新しい家庭を築くとき、また私たちの教会から他の教会に行かなければならない、その離れるとき、勝利者として離れていかなければなりません。勝利者の立場で去っていかなければなりません。そして皆さんが去っていったとき、その皆さんが恋しくならなければなりません。注意もあるときにはここから去っていくようになります。いつかは必ず去っていきます。そのとき、ああ、注意が恋しいなと、注意に会いたいなと、こういうふうにならなければなりません。しかし注意がジュイちゃんが出ていたのに、あ、よし、よくいたよと、もう二度と会いたくないと なると、これは困ります。勝利したことではなく、負けたこととなります。ですので、私たちがあるとき、去っていくとき、イエス様のように勝利者として去っていかなければなりません。そのとき、また、助け主が私たちの心ところに来られるわけです。残りの者がいれば、必ず残りの者がいます。また再び来られる方がいます。人の働き一章注意説に出てきます。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見るときと同じありさまでまたおいでになります。そのイエス様が再び来られるとき、に、ここに残るものとなってはいけないということです。私がチェンマイから元奥に入ったその門族のところに、そこは1960年度のような暮らし方をしているかもしれません。しかし、すでに福音が入っていきました。福音が入っていましたが、
そこには100家庭の人々が住んでいましたが、今はどん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 減って、少ない人数だけがこの福音を信じているわけです。長く過ぎた昔々、ある宣教師の方たちがその民族のところまで行ってこの福音を伝えたわけです。それが現在今私たちに流れてきたわけです。237古戦種族、これは新しい言葉、団語ではありません。過去昔からあった言葉です。そのバトンを私たちが握っているわけです。これは最初から神様の計画です。これは必ず神様が成し遂げなければならない結論となります。この地の最古の勝利は、この宣教師の使命を果たすことです。行く宣教師と送る宣教師。ある人はその現場に直接行かなければなりません。また行けない人々はその行く人のために共に祈りながら送らなければなりません。それがこの時代を生きながら私と皆さんが勝利する唯一な方法です。神様は私たちにこの世の中を生きながら勝利することができる秘訣、方法を与えてくださいました。すでに神様は私たちに勝利を与えてくださいました。しかしその勝利する方法ではなく、また他のものを求めながら生きます。それが神様から見るに罪です。神様は昔からこの誠に勝利することができる方法を私たちに与えてくださいました。しかし私たちがそれを握らないから、その勝利を味わうことができないわけです。私たちが知らない間に神様は地の果てにまですでにこの福音を許し与えました。それが最初からの神様の計画です。この世の中を征服して治める宣教師の使命を与えてくださいました。ですので、私と皆さんは、この2011年の12月、この1年間を締めくくりながら、この御言葉を持って締めくくらなければなりません。今年1年間、神様の御言葉の1年間を振り向きながら、私の1年間はどうだったのか、この御言葉を持って締めくくって、また新しい1年を迎えなければなりません。すでに勝利を与えてくださいました。この御言葉を持って、私が生かされ、私のおかげで周りのすべての人々が生かされなければなりません。そのために神様は皆さんをこの礼拝の場所に導いてくださいました。ですので、礼拝勝利が世の中での勝利であることを信じて、そのところの証人とならなければなりません。当然なことであり、必然的なことであり、絶対的なことです。この事実を味わう一週間となるように、イエス・キリストの御名によって祝福します。神様、感謝いたします。私たちに勝利を許し与えてくださったことに感謝いたします。毎日勝利の旗を指すことができるように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。